ルルルンという音は、女性が楽しそうにしている時の鼻歌を指している音です。<laughs> ルルルンという音です。2009年当時、私たちは広告代理店として事業を行っていました。その時は他の化粧品会社の広告を受けたり、イベントをしたり、えー、オンラインの EC ショップを運営していたんですね。 で、そんな他の会社のサポートする私たちがなぜメーカーになったのか。そのきっかけは忘れもしない2011年の東日本大震災です。それまで私たちはそういう大変なことが起こったときは、食べ物だったり、毛布だったり、そういったものがみんな必要になると思ってたんですね。だけど、地震の地域の人たちは、私たちのオンラインショップで化粧品を買ってくれていたんです。 それにすごい驚きました。本当に化粧品のパワーに驚かされました。そこで、あの、今まで行っていた広告代理店という仕事を辞めて、私たちの自分たちのブランド、ルルルンを作ることに決めたのがきっかけです。